本日は2020明治安田生命 J1 リーグ第4節の川崎フロンターレ対柏レイソル戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。また柏レイソルのサポーターの皆さん、本日はお会いすることができませんが、皆さんに再び驚く気持ちのでお会いできる日をクラブスタッフ一同楽しみにお待ちしております。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。はじめにビジチャー柏レイソルのスターティングメンバーです。17番ゴールキーパーキム・スンギュ、13番ディフェンダー北田健吾、15番ディフェンダー染谷優太、2番ディフェンダー鎌田二郎、4番ディフェンダー古賀太陽、28番ミッドフィルダー豊島幸之、8番ミッドフィルダーフィシャルジュソン、18番ミッドフィルダー瀬川祐介、10番フォワード江坂渉、14番フォワードオルルダー、39番フォワード神谷雄太、続いてサブスティテュートです。23番ゴールキーパー中村浩介、3番ディフェンダー高橋裕二、20番ディフェンダー三ツ原博文、7番ミッドフィルダー大谷秀樹、22番ミッドフィルダーマテウス・サリノ、33番フォワード中間隼人、19番フォワード小谷博人、そして監督ネルシーノ。以上柏レイソルのメンバーでした。今、ミッドフィルダー、シコラ・ファクトー。
8番ミッドフィールダー脇下隆也です。続いて3番目です。24番ゴールキーパー安藤俊介。2番エンドランドバリナト恭平。25番ミッドフィールダー田中。なお本日の審判団はエミリー上田松也、アシスタントレフェリー岡田隆也、塚越慎吾、構造主任田尻智勝、町コミッショナー高橋の6つによって進められます。もう間もなく選手の入場です。スタジアムの皆さん、そしてダゾーンで出番戦の皆さんもタオルマフラーを高く掲げてペイントインドブルーのフレーズの音をスタジアムをブルーに染めて選手を迎えてください。声援は心の中でお願いいたします。